とんでもないと言ったんでしょうけれど、今日はその日なのですから、スペシャルゲストスピーカー直美シュナポンとしてください。おダビデは言った、恐れることはない、私はあなたの父ヨナタンのためにあなたに恵みを施したい、あなたのサウルの、事象を全部あなたに返そう、あなたはいつも私の食卓で食事をしてよい。彼は礼をして言った、このしもべが何者だというので、あなたはこの死んだ犬のような私を顧みてくださるのですか。今日の説教の紹介は食卓への紹介、心を合わせて祈ります。Our Heavenly Father, we come before you in the name of Jesus. 天にいます私たちの父、主イエス・キリストの名前によって御前に来ます。Thank you, Lord, so much for this beautiful Sunday that we can come into your presence. 素晴らしい日曜日の日、感謝します。私たちはあなたの御臨座に入ることができること。As we open up your word here, may you please make the words a living word that they will speak into our hearts. 今ここであなたの御言葉なる聖書を開き、どうかそれが私たちの心の中で開かれますように。私たちを学び、教え、そして、どうか
私たち私たちを咎めてください。あなたの御旨が行いますように、あなたの、あなたは私たちの人生の中で栄光とされますように。主イエスキリストの名前によって祈ります。This story right here is when David was made king. この話はこれはダビデが王様とされた時です。And this is right after Saul passed away. サウルが死んだすぐ後。And typically, within a kingdom, you pass on the kingship down to your sons, to your heirs. その時王様のその務めが自分の息子に渡っていくものであることは決まりだった。しかし神様には別の考えがありまして、ダビデを立て上げて、そして王様にされた。その時にもし新しい王様、いわゆる新しい家族からの王様が立て上げられた時には、大体これは革命的なことで、その以前の王様の、息子また子孫もみんな殺されるのが常識だった。But David showed great honor to the family of Saul, saying that the Lord at one time did anoint Saul, so he is still the Lord's chosen. しかし神様は、神様はダビデに教えたことは、サウロに恵みを与えることを伝えて、そしてダビデはその家族を大事にしました。So David went out asking people, do you know if there are any family members left of Saul in the land? その時にダビデ王はいろいろなところで聞かれたのは、サウルの子孫や家族の 人は他に誰かいるのですか。その時に聞かれたのは、サウルの息子、ジョナタンの息子、メシボベテ。Mephibosheth was brought over to in front of King David, and King David told him, "You're welcome at my table for the rest of your days." そのサウルの孫がダビデのところに連れてこられ、そしてダビデが言った、あなたはいつまでも私の食卓に来られるような権利はある。And in those days, being allowed to sit at the same table as a king was a special, special honor. Not many people were invited to sit with the king. その時に王様も食卓に着くっていう、一緒に座って食べれるということはすごく素晴らしいことだったんですね。And David just didn't invite him for one dinner, or a week's dinner, or a month.この時にダビデは1回きりとか1週間とか1ヶ月ではなくて、いつでも一緒にこの食卓に着くっていうことを、その素晴らしい許しを与えたことで、これは永遠のことだったという意味で。And of course, on the practical side, because David is king, the food that was set before him was the best of the land, always.でこれは当然のことですけれど、王様の前に置かれた食べ物はその国の一番良いものだった。